ははいこんにちティクスのトシです、えっと、バンドのねあの特色いいところのねいいところを、えっと、バンドメンバーがね例えば即座に言えるかなっていうお話なんだけども聞かれた時に、ね「あなたのバンドはどういうとこがあの他のバンドよりいいの?」って聞かれた時に「いやうちはここがいいんすよ」っていう感じまあアーティストでもいいんだけれどもね自分のいいところそれをね言えるかどうか即座に言えるのかどうか。 ババンンドメンバーが全員同じことを言えるのかかどうか同じことやっぱり言えた方がいいと思うのねあのその方が方向性というか見てる方向性がね同じなわけでしょ。で個人的にはそのやっぱり楽曲がいいバンドが一番きっとアーティストがね僕はいいと思っているそのやっぱり音楽だからね聞くあの人ライブハウスにもう一回来ようっていうのはねやっぱりねあの曲もう一回聞きたいからな っていうのがやっぱり一番強いいいとは思うけどもでももででやっぱり何でもいいんだ前も違うあれでも言っているけれどもその人を好きになってその人のファンになればやっぱり、あのー、ライブハウスに足を運ぶわけだからねだから何でもいいんだけれどもその時にねとにかくね曲がいいんだよって、ね、すぐにねうち,のうちのバンド曲がいいってね言えるとかいや歌詞を聴い,、あのー、いてよすごく詩がねいいんだよとか。 ボーカルがとにかくいい声してるから、えー、うまいボーカルがうまいんだよすごくいい歌を歌うんだよとか演奏がうちららはうまいよとかね、うん、あとはステージが本当にかっこいいからもう面白いステージ面白いというかこう見せるステージをやるからそれがうちらは強みだねとかそういうところに力,力を入れてるとかねあとは、まああのー、非常にこのキャラクターが立ってるとかさ いいろろあると思うんですねルックスがいいでもいいんだけれどもね、まあ、そうなってくると普通のあれみたいなホストクラブみたいになっちゃうんだけどキャバクラみたいになっちゃうんだけど、まあ、でもそれでもルックスがいいっていうのが売りでも別にいいんだそれでも大丈夫いいわけ MC が面白いでもいいわけとにかくねそれでもお客さんが来ればねもちろんいいんだから,だからそういうことがその即座にみんなあのいやうちらのバンドはね あんまりよ,よく分かんないですなんてみんなが口を揃えて言うようじゃやっぱり方向性が定まってないと思うしうちはもうここがいいっていうのが言えればねバンドの方向性が定まるしあの逆にそ,のそこは伸ばす必要ないんじゃないかなっていうようなねうんそういうあの発見にもなると思うので一度こ,のこういうことを考えてみて どこが売りだっていうことを即座に言えるのかどうかっていうのもねちょっと考えてみるといいかなといいバンドになるんじゃないかなと思います。